皆様こんにちは。本日は駅の紹介です。滋賀県の琵琶湖線内では京都線内、神戸線内の駅と比べて多くの駅で新快速が停車します。一方で当然新快速は通過し、普通列車のみ停車する駅がございます。ということで本日は滋賀県内の新快速通過駅の中で最も乗降客数の多い駅に来ております。その駅とは滋賀県大津市に位置する瀬田駅です。瀬田駅は2022年度の滋賀県内の乗降客数のデータで草津、南草津、石山、大津に次ぐ5番目。なお熊本県大津町にある瀬田駅ではございませんのでご注意ください。これからは滋賀県大津市琵琶湖線内の瀬田駅を紹介してまいります。瀬田駅は新快速通過、日中の時間帯普通列車はおおむね15分に1本来ます。まずは瀬田駅の南口へと行きましょう。新快速通過駅ということを念頭にご覧いただければと思います。駅の構内にはセブンイレブンキオスクがあります。ということで瀬田駅南口を出てまいりました。駅のロータリーがあります。一見結構にぎわってるように感じます。目立つのがこれ、プロバスケットボールチームシガレイクスに関する装飾。瀬田駅が最寄り駅となる滋賀ダイハツアリーナを拠点にしています。滋賀医大のすぐ近くにあるあのアリーナです。そのために瀬田駅ではシガレイクスの装飾が目立っているということになります。瀬田丘陵に位置する滋賀ダイハツアリーナへは歩いていくのは上り坂もありかなり時間を要するため、帝山湖南交通が運行する路線バスで行くことがメジャーです。また瀬田駅は滋賀ダイハツアリーナだけでなく、先ほど申した滋賀医科大学、龍谷大学瀬田学舎、東大津高校の最寄り駅です。また滋賀県立図書館、美術館、木下寛生アイスアリーナ、大津市立公設地方卸売市場、フォレオ大津一里山の最寄り駅であります。いずれも瀬田丘陵に位置しますので、やはり瀬田駅からバスでアクセスするのが一般的です。そのため瀬田駅を拠点に多くの路線バスが運行されています。イオンモール草津への最寄り駅も瀬田駅であるため、近江鉄道バスがイオンモール草津行きの路線バスを運行しています。さて南口ロータリーを見渡すと、本当に新快速通過駅なのかというくらい多くの建物が建っています。そして少し気になったのがこれ、ローソンがありすぐ横にセブンイレブンがあります。お客さんを奪い合う形となりますが、瀬田駅の利用者は多いためお互い潰れることはないのでしょう。そして瀬田駅南口を出て少し歩くと国道1号線へと達します。国道1号線を渡ったところにあるのがダイエー。かつてはグルメシティヒカリアという名前でした。ヒカリアは1975年昭和50年にオープン、2016年平成28年2月に営業を一旦終了し、その後ダイエー瀬田店として食品スーパーのみ営業しています。続いて瀬田駅の南口から南草津駅方面へと線路に沿って歩いていきますと、駐輪場があるのですが、そのすぐ近くに石碑があります。本願廟池と読むのでしょうか。本願廟池跡と書かれていました。1980年昭和55年に埋め立てられています。現在は駐輪場や事務所、公園などになっています。そして駐輪場のすぐ近くには川が流れています。長沢川もしくは長曽川です。私がいる左岸の堤が不自然に高いため、天井川が改修されたことが推測されます。そしてこちらにはアルプラザ瀬田があります。今や大津市内にアルプラザはこちら、瀬田と片田の2店舗しかありません。1987年昭和62年にオープン。付近にイオンやフォリオといったショッピングモールができて久しいですが、アルプラザ瀬田は営業が続いています。さてここまでは南口周辺を見てきました。
その他多くの飲食店やマンションなども南口にございました。続いては瀬田駅北口に行きましょう。出てまいりました。瀬田駅北口です。南口との様子とは全く異なります。瀬田駅の北側は住宅が広がっています。この辺りやや古い住宅が多いように感じましたが、この辺りは南大ヶ谷と呼ばれている地区で、古くから集落がある場所です。こちらに木製の古い電柱があったのですが、ここに瀬田町農協と書かれていました。栗田郡瀬田町は1967年昭和42年4月に大津市に編入されています。瀬田町はもともと栗田郡ということで、現在の草津や栗東などと同じ郡に属していました。さらに瀬田駅は1969年昭和44年8月に石山草津間に開業した瀬田町による西岸駅でした。西岸をしたのは瀬田町ですが、瀬田駅が開業した時にはすでに大津市、したがって費用負担は大津市が引き継ぎました。さて、瀬田駅の開発などに大きな影響を受けた神社が、瀬田駅の北口からすぐの場所にあります。茅野神社です。開化天皇を祀っています。かつて茅野神社は現在の瀬田駅南口の方にまで敷地がありました。しかしながら1889年明治22年にこの地に関節鉄道、現在の JR 琵琶湖線が開通。茅野神社の敷地は分断されました。そして瀬田駅は1969年昭和44年8月に新設開業。茅野神社の敷地は狭くなり、一部施設を北口側への移転を余儀なくされました。ただ面白いことに、茅野神社が現在の瀬田駅南口側に有していた年は、現在もどうやら茅野神社が有しているとみられます。というのも、茅野神社立体駐車場や茅野神社駐輪場があるからです。茅野神社が管理している駐車場、駐輪場とみられます。地図を見ると、茅野神社立体駐車場、茅野神社駐輪場がある場所は、かつて茅野神社の境内であったことを伺うこともできます。最後に地図を見て終わります。1892年、明治25年即図の地形図です。まず現在、瀬田駅のある場所を記しましょう。こちらです。そして、本願廟池はこちら。そして、茅野神社はこちらです。関節鉄道により、茅野神社が分断されていることがわかります。鉄道の南側に関しては、地図記号に鑑みて、いわゆる鎮守の森があったとみられます。そして、もう少し広いスケールで見ますが、現在の瀬田駅の南口側は、街道沿いを除いてほとんどが水田です。一方で北側もしくは北西側にはやはり集落があります。ここが南大ヶ谷地区となります。では現在の地形図に切り替えましょう。 まずは茅野神社に注目しましょう。現在茅野神社立体駐車場駐輪場がある場所は、かつて茅野神社の境内であった場所と一致します。そしてマクロに見ますと、瀬田駅周辺だけでなく瀬田のほぼ全域において開発がなされたことがわかります。特に宅地開発、駅周辺などにマンションはありますが、瀬田では一戸建て住宅を多く見ることができます。瀬田駅の利用者は最初の方に申しましたが、学校関係者等の利用も少なくないと思いますが、反対に瀬田に住んでいる人が京都や大阪へ通勤するための利用も少なくないことは明らかだと思います。以上、瀬田駅を紹介いたしました。瀬田駅の乗降客数は滋賀県内で5番目に多いのですが、新快速通過駅です。駅周辺を見ていても、南口周辺は非常に賑わっているように見えました。ただ瀬田駅に新快速を停車させるべきかといえば、私はそうすべきではないと考えます。仮に新快速を停車させてしまうと、石山から草津まで全ての駅に停車することになり、速達性、利便性を保つのが難しくなります。今や瀬田駅のすぐ近くには南草津駅が開業し、
さらに両隣の南草津と石山は新快速が停車します。この辺りは駅間距離もかなり短いです。瀬田駅を新快速が通過するのが我慢ならないという方は、南草津か石山まで自転車で行って、そちらから新快速に乗車することをお勧めします。本日はここまでです。皆様ごきげんよう。